インテル820-820チップセットの MCH と MTH。インテル820はパフォーマンス PC 向けとして1999年にインテル社が発表、発売したインテルチップセットの一つ。開発コードはカミーの。インテル820はインテル440バイト X の後継となるパフォーマンス PC 向けチップセットとして、 インテル800チップセットの2番目の製品として企画された。1999年9月の発表予定であったが、直前に問題が見つかり発表と発売は11月に延期された。チップセットの構成は先行発表した同じインテル800チップセットであるインテル810と同様にノースブリッジとサウスブリッジを 転送速度 266MBS のハブリンクで接続している。ハブアーキテクチャによる2チップ構成となっている。インテル800チップセット以前のインテル400、チップセットは 32bitPCI で接続されている点が大きく違う。ノースブリッジに相当するインテル82820はグラフィックス機能を搭載していないため、インテル810の ノースブリッジの GMCH とは違ってメモリーコントローラーハブと呼称されサウスブリッジに相当する IO コントローラーハブと呼ばれている2000年には一比を一比二に,に置き換えたインテル 820E が発表されているインテル 820E の開発コードネームはカミーノに最大の特徴はインテルが pc 用の次世代メモリと位置づけていたドラムを初めて採用した点である。他にもインテルチップセットとして初めて 133MHz FSB と AGP 2.0準拠の外部 AGP サポートするなどパフォーマンス pc 向けとしては意欲的な仕様となっている。セキュリティ機能として Pentium 3で採用された プロセッサシリアルナンバーを利用したランダムナンバージェネレーターや管理用機能として s s ステートでもステータスを返すアラートオンランなどの新機能も搭載している。インテル820にはオプションとしてメモリートランスレーターハブが用意されていた。これはまだ普及していないドラムに量産効果がまだ効かないことでコスト高となってしまうことを緩和する措置で これにより、インテル820でもすでに普及している PC100、ストラムを利用することが可能となっている。SMP 機能は 2CPU までの対応となっている。同時期のインテルチップセットであるインテル810、ファミリー及びインテル815では、CPU バスにアグットを採用した。 チュオリタンコアのペンティアム3セレロンの登場に伴い、アグッド対応の B レーステッピングを出荷したが、インテル820ファミリーの普及は断念し、アグッドを採用するインテル830に移行させる措置を取ったことから、B レーステッピングは投入されずチュオリタンコアのサポートは行われなかった。当初、インテル820はリムソケットを3本までサポートするとされており、 各マザーボードの製造者は3本のスロットでマザーボードを設計し製造を準備していた。しかし当初1999年春に発表と予告していたインテル820は延期を繰り返し9月に予告されていた正式発表直前に3本のリムソケットがあるインテル820システム上で全ソケットにドラムモジュールを搭載した場合 ダイレクトランブス上の電流レベルが下がりエラー訂正、不可能なレベルのノイズが発生するという問題が発覚し、ドタキャンと言われるほど急な延期となった。この問題に対しインテルは、インテル820の問題ではなく、マザーボードの設計の問題とし、リムソケットを2ソケットまでに制限することで、回避可能であるとし、設計ガイドラインの変更などの対応で済ませた。しかし、 製造済みのマザーボードを廃棄せざるを得なくなった。マザーボードメーカーは不満を漏らし、一部のマザーボード製造者は、マザーボードの設計ではなくドラムのメモリスロットを2本に制限しても、同様の問題が発生するとして、インテル820自体の問題だと指摘するなどしたが、不透明なまま原因は不問に付され、出荷の再開と11月の正式発表が行われた。 これらの経緯により、インテル820には、正式発表の前から、ネガティブなイメージがついてしまうことになった。MCH であるインテル82820は、メインメモリとして 1GB までの、シングルチャンネル PC600、700、800のドラムに対応している。これにより、PC100 ストラムの 800MB、秒を大幅に上回る、最大 1.6GB、 用の転送速度を実現した。サポートするリムソケットは2ソケットまでに制限されている。オプションの MTH を用いることで PC100 ストラムにも対応可能とされたが、後述の MTH の不具合により出荷後に非対応に使用変更された。インテルチップセットとして、 初めて 133MHz FSB は 133MHz をサポートし、また 100MHz FSB にも対応している。しかし 66MHz の FSB は、正式には対応していないため、発表当時は、セレロンの動作対象外とされていた。インテル810と異なり、グラフィックスコアは内蔵せず、AGP2.0 準拠の AGP4X に、 対応した外部 AGP をサポートする。これにより AGP の転送速度は i 4 4 0ト x の5 3 3イト秒から倍の1 0 6イト秒に高められている。インテル820を PC100 ストラムに対応させるためのオプションとして準備されたのがメモリートランスレーターハブである。MTH をドラムの メモリバスに接続し信号をストラムのものに変換することで、インテル820でもストラムを使用することが可能となっている。ドラムとストラムの同時使用は可ながら、リムソケットと DIMM ソケットの共存も可能である。MTH はインテル820チップセットにオンボード搭載されるか、もしくはリムソケットに装着するストラムメモリを 装着するサブボード上に搭載される形式で利用される。しかし、MTH は発売後に高負荷時に正常に動作しない欠陥が見つかり、全製品が回収対象となった。インテルは MTH の回収を行わないことを決定し、インテル820のオプションから削除。 インテル820の性能向上版であるインテル 820E でも MTH はオプションリストには含まれない。MTH は次世代メモリが量産効果で値下がりするまでストラムを代用できるようにすることでインテル820の普及を狙ったものだったが実際には非常に信号仕様がシビアであり。 PC100 ストラムを利用すると稼働しない、安定しないといった現象が多発していた。さらに2000年5月10日には、MTH に高負荷がかかった場合、MTH がリセットしてしまう致命的なバグが発覚した。これにより MTH 搭載製品は全品リコール対象となり、高価なドラムと組み合わせるしかなくなったインテル820。 の普及がさらに困難になっただけでなく、インテル820とドラムの双方に、多大な、悪いイメージをもたらせてしまった。MCH に接続されるインテル 82801AA は、一匹と故障され、従来のサウスブリッジ同様に、ATA-USB や,や各種、レガシーコントローラーを搭載するほか、AC97 対応のサウンドコントローラーや、 ネットワークの論理層も統合している。このため、コーデックチップまたは物理層チップを追加するだけで安価にサウンド、ソフトウェアモデム機能、ネットワーク機能をオンボードで実現できるようになった。これに伴い OEM メーカーがオプションのバリエーションを採用しやすくするためのアメール、スロットがサポートされている。また、インテル 820E では、 ATA100 に対応したインテル 82801BA の1比2が採用されており、アメールの後継となる CNR スロットもサポートされている。インテル820は成功を収めたインテル440バイト X チップセットの後継として、またインテルの描いた次世代 PC テクノロジーを具体化する製品として投入された製品であるが、 結果として、インテルチップセット市場でも、稀に見る大失敗に終わった。インテル820が失敗に終わった要因はいくつも、あるが、主な理由としては、以下のものが挙げられる。これらの要因が積み重なった結果、市場では、インテル820に置き換わらずに、旧型となった440バイト X を採用した、新製品が発売され続け、 パフォーマンス向けのペンテアム u 3を本来はローエンド向けのインテル810と組み合わせた機種を販売する事態となった。インテルはドラムの普及計画を一時的に先送りにし成功を収めていたインテル810を改良して PC133 ストラムと外部 AGP をサポートしたインテル815シリーズを発表した。インテルは インテル820の代替として、ペンティアム3用チップセットの決定版として、インテル830の開発を決定したが、別の要因で、インテル830の発売は見送られ、市場では440バイト X の後継は、インテル820ではなく440バイト X より、性能は劣る部分があるもののインテル815、ファミリーであると広く認められるようになった。 インテル820はマイナーチェンジ版のインテル 820E が発表されたもののほとんど採用されることはなく、インテル820ファミリーは収束に至った。2000年にインテルはネットバースとマイクロアーキテクチャに基づいた新 CPU e ンティアム4と g ンを発表し、同時に発表したインテル850及びインテル860チップセットを発表した。 ドラムはネットバーストマイクロアーキテクチャのために開発し導入したメモリサブシステムであるがペンティアム4に無料でドラムのモジュールリムを無料添付して販売するなど普及と販売を促進したがドラムへの根強いネガティブイメージも一因となって失敗に終わりインテルは莫大なコストを費やしたドラムの普及を断念し DDR ストラムが PC 用次世代メモリの デファクトスタンダードとなっていくことになる。インテル820の失敗は PC 市場におけるドラムという新技術の導入の失敗と大きく重なっており、その後の新技術の導入には慎重さを重視するようになった。ありがとうございます。